皆さん、こんにちは。女優の吹石和恵さん。そんな女優の吹石和恵さんは、2015年、歌手、俳優として大人気の福山さんと結婚したことを発表し、世間では大きな話題になっていました。今回は、吹石和恵さんの極秘離婚やハーフやガンの噂、豪邸侵入などについて紹介していきます。福山さんは直筆署名入りのファックスで、本日9月28日、私、福山雅治は、吹石和恵さんと結婚いたしました、と報告。友人関係から始まり、数年前よりお付き合いが続いていく中で、いつしか人生を支え合う存在として、意識するようになりました、と説明し、一方の吹石和恵さんも直筆署名入りの書面で、本日、私、吹石和恵は福山雅治さんと結婚いたしました。と報告。温かく笑顔の絶えない、家庭を作っていけたら、とコメントしていました。二人の交際は、2012年1月に写真週刊誌が報道。福山さんは今年3月、足掛け23年にわたって、パーソナリティを務めてきた日本放送、オールナイトニッポン、魂のラジオを終了し、結婚による終了説を否定していましたが、二人は静かに愛を育んでいたようでした。そんな二人の間には、現在二人のお子さんがいると言われています。第一子は2016年12月に誕生しました。第一子誕生の際には、自身のファンクラブサイトで発表されましたが、出産日や性別などの公表はされていません。第二子については公式な発表はありませんが、吹石和恵さんのお父さん、元プロ野球選手の吹石徳一さんが、ラジオで上の子と発言したことから、2018年9月頃に第二子が生まれた可能性があると噂されています。これにより、第一子と第二子の間には、約2年の差があると考えられていますが、真相は定かではありません。また、夫の福山さんは、お子さんのプライバシーを、非常に重視しており、お子さんの写真が無断で週刊誌に掲載された際には、強い怒りを表明しました。福山さんは自身のラジオ番組で、子供の写真を撮られるということにおいて、そして、それが掲載されるということ、かつ販売物となって世の中に出ていくということにおいて、黙っているということはできないな、と述べていました。そんな結婚当時の二人の住まいは渋谷に近い、高級住宅街にあるマンションで、24時間警備、コンシェルジュ、バレーパーキングサービス付きという、超高級物件だったといいます。やはり大物芸能人ともなると、豪邸を購入して住んでいるというイメージがありますが、高級賃貸マンションに住んでいることも多く、高級賃貸マンションの方が一軒家に比べて、セキュリティが確保されているという点が、大きいからだと言われています。また、芸能人は住宅ローンが組みにくいため、一軒家より賃貸マンションを選ぶこともあるといいます。そんな吹石和恵さんたちの住むマンションには、ナイナイの岡村さんも以前、住んでいたといい、もしエレベーターで、何かしら、女性の影を見かけた時も、知らん顔しましょうねって言うて、こんにちは、とか、こんばんは、っていう、挨拶だけはしましょうね、って言うて、と明かしていました。そんな岡村さんは、福山さんと同じマンションに住んでいた当時、デリヘル嬢を呼んだことをたしなめられたという、エピソードを公開しており、岡村くん、なんか、呼んだよね、と問い詰められて認めると、やめてくんないかな、そういうの呼ぶのと、注意されたと言い、岡村さんは、軽くキレられて、すみません、って、と謝ったことを明かしていました。そんな吹石和恵さんたちの住むマンションに、不審な女が侵入したという事件が起こり、捜査三課がマンション内の防犯カメラを調べたところ、部屋に出入りする不審な人物が映っていたことが判明。鍵穴に合鍵が使われたような形跡があったことなどから、コンシェルジュの女の関与が浮上したといい、女は福山さんのファンだった可能性があり、現場マンションは、JR 渋谷駅近くの住宅街にあり、
芸能人も多く居住する高級物件、警備員が常駐するなどセキュリティ面が充実していることから、捜査三課はマンションの内部事情に詳しい関係者による犯行の可能性があるとみて調べていたといいます。そして警視庁捜査三課はこのマンションの管理や住人の世話をしているコンシェルジュとして勤務する女を住居侵入の疑いで逮捕したといいます。また女はギターが好きで福山さんのギターが見たかったと供述していたといいます。このような事件があったこともあり、現在はすでに退去済みだといいます。そんな吹石和恵さんと福山さんには離婚説も上がっていました。一部メディアではすぐにでも離婚発表に踏み切るのではないかと報じていました。この観測記事は本当なのか、福山さんを長年追い続けてきた芸能ジャーナリストは、私が福山を乗せた所属事務所の送迎車を彼の自宅付近で目撃したのは2017年12月末のことなので、少なくとも約1年半前まで福山さんは家族で渋谷区内の自宅マンションに住んでいたと言って間違いないでしょう。ただ定期的に福山の自宅周辺で取材しているカメラマンに離婚説を確認すると意外な答えが返ってきました。確かにこの数ヶ月間は吹石の姿は見かけましたが、福山は確認していません。送迎車を変えている可能性も否定できませんがというのですと明かし、集団左遷の撮影現場からは驚きの情報もあったそうで、テレビ関係者は今回のドラマで共演する香川照之と福山は14年前の NHK 大河ドラマ「龍馬伝」以来の仕事となります。龍馬伝で2人はまるで実の兄弟のように意気投合したといいます。当時独身だった福山は結婚や子育てについて香川に熱心に質問したそうです。何と言っても香川は東大卒で子供の教育にも独自の考え方を持っていますからね。ところが父親となった今の福山は2歳半の子供がいるのに、楽屋では子供の話題がほとんど出ないといいます。不自然じゃないかと現場ではささやかれていますと語っていました。またもちろん周囲のスタッフに話が漏れないように小声で家庭や子供について会話している可能性もあり、先の芸能ジャーナリストは別の芸能関係者からも福山は集団左遷のロケ現場から家族が待つ渋谷区のマンションに一度も帰らないと聞きました。これだけ聞くと別居説や離婚説が浮上するのも仕方がない気もします。ただ福山の子供はまだ2歳半で父親と遊びたい森のはず、福山クラスの大物俳優になれば自宅とは別に仕事部屋があるのが当たり前です。脚本を覚えたり役作りに集中するために自宅に帰りたくても帰れないだけだと思いますよと語っていました。そんな吹石和恵さんの母親はフィリピン人でハーフだと噂されています。その理由はご家族にあるそうで、吹石和恵さんの父親吹石徳一さんは近鉄バッファローズで活躍した後引退して指導者として活躍し、2017年からは日本新薬硬式野球部の監督をしていました。吹石徳一さんは和歌山県の南部高校出身で甲子園出場を目指していたものの断念、卒業後は日本新薬に就職し社会人野球で全力を尽くします。1974年にようやくドラフト指名を受けて近鉄からプロ入りすることになりました。大舞台に強い選手でメンタルが強靭なことで有名です。気持ちの強さはしっかりと娘の吹石和恵さんにも遺伝しています。1年目に2軍で打率2割6分7厘11盗塁の活躍をすると、2年目からは開幕ベンチ入りを果たしています。ちなみに父親吹石徳一さんと娘吹石和恵さんは始球式で共演したことがあります。読売ジャイアンツとの OB 戦1999年において吹石和恵さんが始球式に登場しています。その球は父親吹石徳一さんが受けたとあって、野球での親子共演に当時はかなり話題となりました。そんな吹石徳一さんはフィリピンパブで現在の奥さんと出会ったのだとか。
フィリピンパブは1980年代から流行り始めて、フィリピン人の女性が相手をしてくれる飲み屋のことです。海外旅行ブームが起きた1970年代頃から、フィリピンは日本人の海外旅行先として人気の観光地でしたが、1985年のマルコス政権クーデターがきっかけで観光客が激減。日本国内で働いて稼ぐために出稼ぎにやってくるフィリピン人女性が徐々に増えていき、その就業先としてフィリピンパブが盛り上がったといえます。そして吹石和恵さんの生年月日は1982年9月28日で、フィリピンパブが流行り始めた時期と同じであることから、ご両親がフィリピンパブで出会ったという話は割と信憑性のある噂としてネット上では語られているようです。また『徹子の部屋』に吹石和恵さんがゲスト出演した際にご家族の写真が公開されており、この家族写真が噂に拍車をかけたのではないかと考えられています。確かに母親は若干フィリピン人のように見えなくもなく、ハーフ説の噂を聞いているからか先入観でフィリピン人のように見えたようです。さらに吹石和恵さんの母親は2013年6月30日のおしゃれイズムに電話出演しており、電話出演時の会話では日本語を話していました。気になる日本語の発音は完璧なイントネーションで、全く違和感がないネイティブの日本語だったとのこと。兄と弟の彫りの深い顔立ちを見ると、もしかすると祖父母に外国人がいたのかもしれません。その祖父母についても写真が公開されており、特に祖母はとっても綺麗な女性で、彫りの深さから若干フィリピン系統な気がしなくもないそうですが、先入観があるからそう見えるだけとのことでした。また腹違いではないのかと噂が立つほど濃いめの遺伝子を感じる兄と弟、特に次男の吹石康隆さんが彫りが深くてハーフなのではと噂されていることがあります。航空自衛隊千歳で整備担当として働きつつ野球をしているそうです。三兄弟の中では姉の吹石和恵さんが絶対的権力者だったようで、今でも吹石和恵さんの言うことは 100% 聞くのだそうです。従わせるだけではなくて、しっかりと弟たちの面倒も見てくれており、良いお姉さんだったのでしょうね。そんなハーフ説の上がる吹石和恵さんの出生ですが、調べてみたところ完全に日本生まれの日本育ちでした。吹石和恵さんは大阪府で生まれて、3歳の頃に奈良県柏市、旧北葛城郡柏町に引っ越しています。他にも母親がフィリピン人ではなくて中国人ではないかとするネット上の噂もあるようですが、こちらに関しては一切根拠がありませんでした。また吹石和恵さんにはがんの噂もありました。ただこれはママとパパが生きる理由という、吹石和恵さん主演の夫婦でがんになり余命宣告を受けた家族の実話をベースにした感動のヒューマンドラマから勘違いが起き広まった噂でした。いかがでしたでしょうか。今回は吹石和恵さんの極秘離婚やハーフやがんの噂、豪邸侵入などについて紹介していきました。今後の吹石和恵さんの活躍にも期待ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。